始めないんですけども、後ろにいろんなチラシがあるのと、それからこの後軽食パーティーを予定しております。で、あと、関西で、不当逮捕起訴されている人たちがたくさんいますが、その支援を、するための、オキパイ大井の、T シャツをその会場の僕から見てこっち側の奥で販売しております。わざわざ関西から仲間が来てくれて、多い原発再稼働の弾圧反対の T シャツを売ってますので、とてもいいデザインですのでぜひ買ってください。他にもいろいろ販売されてますのでよろしくお願いします。それから今日、2.9 立川ダンスにの、救援会のステッカーとポストカードも、今日デビューして、販売します。仲間がうまくいい、とてもいいデザインを作ってくれて、ステッカーとポストカードを後ろで今日から販売しますのでぜひお買い求めください。今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まず最初に今日のプログラムについて簡単に説明させていただきます。スタートからまず当該園からの話、そして弁護団のからの報告、それから立川現地の、ね、仲間 の話を聞いた。あとは、飲食の方を本日は用意しておりますので、そちらの方を皆様に召し上がりいただきながら、いろんな方から、リレートークでお話をアピールをしていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。本日昼間に、東京地裁の方で判決の方が、言い渡しになりました。その内容につきましては、園の方から直接皆様に報告をさせていただきますので、早速ではよろしくお願いします。皆さんお集まりいただいてありがとうございます。園です。よろしくお願いします。ここに書いてある通りです。懲役1年、執行猶予3年という、不当判決でした。絶対に許すことはできません。今日は、地裁前でのアピール、そして経産省テッド前でのアピール、そして霞が関での2回のデモで強制排除、立川の排除を許さない、そして有罪判決を許さないという声を可能な限りいっぱい上げました。そして終わった後にこっちの立川の地元に戻ってきて、みんなで集会を持つ、私も逮捕された日以来、ようやく保釈条件が取れて立川の現場に、先ほど1年2ヶ月ぶりに入ってきました。裁判の法律的な、判決の問題は弁護士さんが言ってくださると思いますが、まず何よりも7、8分程度で終わって、検察の言ってることをただオウム返しをしているだけで、そして私たちが社会学者の仲間や立川現地の仲間がどれほど今まで高等化暴力を働いてきたか、どれほど警察や検察が政治的な弾圧を引き起こしてきてるか、そして野宿の仲間の人権は世界中で戦われてきている普遍的な問題だということ、そうしたことに対して、しかしそれは関係ないと、しかしという言い方で次々と切り捨てていって、そしてとにかく役所の窓口で大声を出したことは事実だから威力業務妨害の有罪なんだと、これは役所に来た行動全体をただそれだけでもう威力業務妨害に該当するんだという言わんばかりの内容でした。これは恐ろしいことです。今生活保護の申請を求めて同行する行動や、あるいは個人で政府を求める仲間、別に運動に全く関わってなくてもそういうことをする人たくさんいますし、もっともっと増えますし、さらには原発反対運動での経産省前、東京電力前、官邸前と、そして全国の電力会社本店前での行動、そういったことに、あるいは原発立地地域とか、例えば放射能廃棄物の処分場の建設の説明会とか、要は行政が主催する場とか行政の窓口とか、そういったものにみんなが行った時もう全てとにかく騒いでるから逮捕、騒いでるから起訴、
の中身に関係なく、その行動だけをもってすることができるっていうのがとんでもないことです。これだって行政はその辺の企業とは違います。行政ってのは自分たちの、例えば自治体だったら自分たちの住んでる人たちの言うことは聞かなきゃいけないし、まず第何よりも、それから原発爆発させた東電とかそういったものはむしろ積極的にみんなの言うことを聞いて全部実現させて賠償とかしていかなければいけないわけで、そういう相手が警察権力と結託して次から次へと人を排除していく、そういう道に開かせるわけには絶対にいかないということで、私たちも声を上げ、そして裁判で戦い続けてきたんですが、こういう結果になる。常に裁判で公安警察が裁判所の中に入ってます。で、今日も大量に監視をしてました。三権分立なんて嘘です。そうやって堂々と公安が中に入る、そして裁判所の職員自体が一言でも声を上げた人を速攻で法廷から排除する、その排除の仕方も警察と全く同じ、こうやって宙吊りにして法に投げる。で、その法廷の中に、あ、法廷じゃなくてその判決に至る裁判の中でも、結局私たちが話している時に眠たそうにしていた裁判官は判決でもその通りのことをやってしまいました。検察の言うことをそのまんま繰り返す。裁判官は真ん中に立っていて、それをもって中立なのというふうに言ってますけど、本当にそんなのは嘘で、今日もそれが今までも証明されてきたことだと思うんですが、改めて出てしまったというふうに本当に怒りを感じます。立川の報告が後であると思いますけど、立川の現場自体が今何よりも本当にまるでいる人たちを犯罪者扱いして壁を立てて包囲して強制排除だけをひたすら推し進めていく、そういうことの結果として少年の襲撃も増えてるし、裁判の中身自体が、その裁判の中身自体がすでに立川の現場で毎日先取りされているような状況がずっとありました。しかしそういうあまりにも理不尽な壁を立てて包囲していることに対して、今日僕も1年2ヶ月ぶりに現場に行きましたけど、逆側では創意工夫で小屋を建てて、その中でみんなが助け合って生き延びていると。どっちに私たちの未来があるかっていうのはもう明確なはずです。そうしてみんなで助け合って生き延びていく、そのようなことでしかこの世の中は変えられないし、それに対して権力が裁判所や検察を抱き込んで一体となって押し潰していく動きは絶対に許すことはできません。関西でも反原発運動への弾圧が続いています。そういうことを許すことはできません。そしてそもそもこのような不当判決を出して懲役1年ということは、自分は4ヶ月ちょっと先に東京拘置所に入れられているので、諸々差し引くと9ヶ月か10ヶ月ぐらいはもう一回監獄に入れという結果になるわけです。しかしそれがどれほどめちゃくちゃなことかというのを裁判官や検察は本当に分かってるんでしょうか。分かってない。分かっていて、とても分かっていて潰してやりたいからやっている側面、そしてもちろん彼ら自身はそんなことは全く体験したことがないという、その2つの問題がありますよね。4ヶ月以上も拘置所に入れられて、接見禁止、保護法という虐待部屋に入れられる、ずっと独房が続いて、慣れない裁判に対しても一人で向き合わなきゃいけない、その状態に自分がどれほどきつい思いをしてきたか、また外で動いている仲間や家族、親しい人たちがどれほどきつい思いをしてきたかというのは、どう考えても江東区役所での2月9日のことに割に合うようなことでは全くないし、あまりにもその代償が大きいことを分かっていて公安警察も検察もやってきてる。とにかくそれで運動体や本人を潰せればそれでいい。そして裁判官も警察や検察のそのやり方をひたすら機械的に追認していく、そういう癒着というか一体化した状態をバラバラにさせていかなきゃいけないし、絶対にそういう
人権を抑圧する監獄の在り方は変えていかなきゃいけないと心から思います。そうしてすでにそうした経験をした人たちをさらに何ヶ月も獄中に入れようという判決が出る。そして実際に関西では昨年の10月11月にパクられた人たちが未だに出ることができない。その中には僕の昔からの友人もいます。この立川の無罪を出すことで、何とか出させることでそちらの方にも波及させたかったんですが、ただしかし今日の集会にたくさんの方々が集まっていただいたことや、裁判闘争で弁護団や救援会の仲間と一体になってやれるところまでやり抜いてきたことは、絶対に相手側に対するダメージ、そして自分たちの団結にもつながっていると確信しています。今ありとあらゆる妨害が強まっていますが、自分のところにも、今日お配りした A さんの折ってあるチラシのあるように、右翼の被害届を利用した自分への執拗な人種と呼び出しを即刻中止せよ、米軍基地オスプレイ反対行動への右翼妨害に警察は手を貸すなという呼びかけがありますが、判決を前にして4月5日突然自宅に6日だ6日突然自宅に警察からの呼び出し状が届きました。1月末のオスプレイの反対で沖縄の全自治体市長と全県議会議員が国会に上京して、東京に上京して、もういい加減基地オスプレイをなくせと訴える、とてつもない行動にチャンネル桜や頑張れ日本の右翼が押し寄せて、日本から出てけとか売国奴とか中国の反中国のために基地やオスプレイは必要とか、ありとあらゆる罵詈雑言を浴びせ、暴力行為に近いようなことまでやってきた中で、それに抗議をした自分が逆に袋叩きにされて洋服もビリビリに破られるという暴行を受けたんですが、彼らは自分が被害を受けたと被害届を警察に出して、その日も自分以外の人がまず事情聴取され、そして2ヶ月半経って自宅にこういう呼び出し状が届くと、さらにはその呼び出し状に弁護士が抗議をして弁護士に全て回答しろと言ったにもかかわらず、今週の月曜日の朝に自宅にまで押しかけてくるというひどいことをやってきました。この時期、判決を前にした時期に被告人の自分を怒らせて焦らせて、あわよくば何か事件を引き起こしてやろう、例えば今日の法廷や裁判所の前でもし私が相手と正面衝突したら即パクる、そういうことをするような心理状態に追い込んでやろうという思惑や、もし今日執行猶予ってか執行猶予出ましたけど、さらなる弾圧の危険性っていうのは常に作っておけば全く息を抜かせることはできないだろうという思惑、そういう悪意が本当にありますね。当然これはさまざまな現場に右翼を持ちかけてきますから、いつでもでっち上げられますし、警察もすでに大阪では後でアピールがあるように、よりによって在日朝鮮人の当事者がそれをやられています。いわば正面からの弾圧不当逮捕もあれば、いきなり自宅に押しかけてきたり個人を狙いする形で手紙を送ってきたりという神経戦のようなやり方もしてくるという大変な時代になっていると思いますし、参議院選挙の前後の、そしてそれが終わったら本当にどんなことに相手にどんな相手どんな運動に対してもそれをやってくるのは間違いないと思います。潰せるところから潰していくっていうのが常套手なんですよね。そしてそれが単なる弾圧だけでなく、沖縄の問題、あるいは立川なら野宿の仲間の生存やの問題、そういったことそのものを潰していくことでもあるというふうに受け取って、きちんと跳ね返していくということを皆さんと共にやっていけたらと思っています。それぞれの現場で生きる権利を守る、そして他者を押し潰す戦争や差別にも反対する、それを相手側が弾圧で潰してこようとするなら、それもきちんとみんなで横につながって跳ね返していく、そういうことが今できるようになってきたと思いますし、
ここに集まっている方々は様々な分野から来ていただいていると思いますので、ぜひそういう人形を作っていくための交流や話し合いも今日の後半の場でしていっていただけたらと思います。そういう横のつながり、そして戦う力というのを相手は恐れているからこそ、今日の裁判官も本当に下を向いてあっという間に早く読み上げて終わらせたいという気がひしひしとしました。あらゆる手段を使ってそれを跳ね返していくことで、きっと私たちがこの世の中を変えていくことはできる、生きる権利を取り戻すことはできると、弾圧に負けない行動を作っていくことはできると思っています。こうした状況が自分自身にも新たな弾圧が可能性、そして裁判のさらなる戦いというのは続いていくと思いますが、そこにぜひご協力をください。そして立川の現場に行って、日々高徳役所が圧力をかけていることに皆さんの力でそれを止めていくということもぜひお願いできたらと思います。立川の救援会も今ずっと長くやってきた仲間と同時に新たな仲間も募集していますので、一緒に子供を取り組んでいける方はご協力をいただけたらと思います。不当判決ですけれども、その過程を通してたくさんの方々との出会いがありました。今日もたくさんの方々が来てくれました。これをバネにしてより大きな動きを作っていくという日にしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。今日の裁判の振り返りと強い決意をどうもありがとうございました。皆様もどうか引き続き支援の方をよろしくお願いします。続きまして、大口弁護士の方がちょっと遅れているようですので、立川の現場の皆さん、前の方に出てきていただきまして、一言ずつ今日の判決を受けましてお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。撮影は、今ね、撮影が、OK の人でちょっと並んで話をさせていただいて、ゆうちゃん座ってっからごめんね、ちょっと一旦カメラ止めてもらっていいですか。それで、お疲れ様です。立川にはいろんな人が暮らしてるんですけれども、今日は、こちらの方が来てくれて、撮影ダメなんで声だけ一言よろしいでしょうか。座ったまま。どうもおめでとうございます。じゃあそういうことで、仲間から、一言ずついただければと思います。でも本当に憎たらしいと思うよ、俺現地からの人間で。本当にこんなことをやってていいのかなと思いました。つくづく長年も俺も長いでもこんな裁判初めてです。完全本当警察全部が丸め込まれてこんなことでいいのかつくづく思いました。以上です。自分はですね、昨年の暮れから現地の仲間と一緒に、一応いさせていただいてるんですけど、本当立川の現地の仲間っていう人はみんないい人で、だから安心して立川にいられます。それで
自分としてはもう自分たちのところしかないので、もう役所が来ようが警察が来ようが何が来ようが、自分たちはもう今の場所からはもう絶対に出ません。以上です。皆さんお疲れ様です。立川住んでる郡司です。今日の曽野さんのこの不当判決、本当この裁判所およびその公安警察、公安局、ぐるになってね、今日の裁判長は判決文を読みました。私が聞いた限りにはこれは、検察側の証書丸読みです。ふざけてます。許されません。それも早読みです。しかもなんて言いながらね、裁判長がこんなこと言えんですよ。民主主義信用できませんよ、こんなの。誰もこんな羽織図ね、法でね、裁くっていうよりも完全なる、これはいじめです。弱い者のいじめ、はっきり言って恥ずかしくないんですかね、あのね、誰もこんな法律なんか信用する人いなくなりますよ、このうち。こんなことやってたら、業務威力妨害、それに叩いて軽犯罪、それにまだそれが成り行きに立ってなかったらまだ別な罪名をつけようとする、そのね、裁判所および警察側ね、俺はね、こういうのは俺はと徹底的にね、皆さん一人一人の力を合わせてやっぱ叩いていかなくちゃいけないと思います。皆さんの力でだから、大井の原発で今まだ不当逮捕されている方がいますけども、その方たちだって俺は本当無罪です。私はそう信じてます。もう無罪を勝ち取ることなんです。説明なしのそういう判決文はいけないんです。分かるような説明をして判決するべきです。これが民主主義なんですよ。でちょっとすいません、軽く立川の現状をちょっと報告させていただきます。私今日行ってちょっとお話しさせていただきましたけども、今行政は黙りながら勝手な判断で公園を施錠しています。地域住民の方もなんでこんな時間帯で閉鎖されちゃうんだと、行政が地域の方々住民に説明してないんです。こんな行政ありますか。ない。これはあくまでも我々野宿者を追い出すための行為なんです。あるそうだそうだ。説明なしの地域住民の方にも、通勤、学生、ジョギングの方、犬の散歩してる方、何の説明もないです。江東区役所行政は勝手な一方的な判断でああいうことをやってんですよ。我々は悪くないんです。一方的な悪いのは江東行政なんですよ。区のなんかほんで区と警察と裁判所はなんかグルになって、こんなことやらしてていいですか。許されませんよ。今便所も使いません、時間帯でしか。新しくできた便所もふざけてますよ。私は今立川にね、まあ人数は限られてますけども、今いる人間というのは思いやりいっぱいあります。私今住んでる仲間、ここで皆さん支援者活動家の方一人でも私は大切だと言ってきましたよ。だからこの立川弾圧ね、無駄よ勝ち取るという今までずっとやってきた皆さんと、でもこの不当判決を許さないためには皆さんの一人一人の力が必要です。ぜひとも何か行動か何かあったらば皆さん一人一人協力をお願いしたいと思います。以上です。すみません。
はい、吉田と申します。本日の不当判決本当に腹立たしく思っています。明確に間違っていると思っております。今日ですね、ここに来ておらない立川の仲間もおりますが、我々はこの判決を本当に全員がですね不当だと思い、何らかの形で訴えていきたいと思っております。立川の仲間はですね、嘘偽りなく活動家の園さんのことを尊敬しています。これは私が お世辞で言うんじゃなく、皆さんは内心で本当にそう思っています。園さんはこれから立川に来られることがたびたびあると思います。もちろん我々は温かく迎え入れたい誠実な言い方ですけどもね。立川ではですね、今派手な活動ではありません。毎日実務的で散文的な活動ばかりやっております。小便器を変えるとかね、ご飯を作るとか、そういう派手なパフォーマンスの活動ではない、そういう現場に園さんをお迎えしたいと思い、我々は常に、それを今から期待しております。共に頑張りたいと思います。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。本当に厳しい状況の中でも、現場で頑張り続けている、にもかかにの中で、支援していただいて本当に感謝してます。で、今皆さんが江東区役所にも、立川のひどい状況をなんとかしろと、水道出せとか、壁の問題とか、奪ったものを返せとか、江東区役所みんなが言ってます。僕は保釈条件で行くことはできないんですけれども、今日の判決の内容っていうのが、やはり僕は江東区役所への行動でパクられたので、皆さんが今言ってること、現場のみんなが言ってる区役所にと交渉しているところとやっぱり直結することだと思うので、今向こうがどういう対応を取ってるかといったことをちょっと報告いただけたらと思います。ですね、結論から言うと、今ね、僕らね、江東区役所に出入り禁止なんですよ。で、お前らは役所に立ち入ることはならぬと。で、その経緯は、12月5日に向こうが、公判を公園に、勝手に設置して、水を止め、便所も使えなくし、仲間を閉じ込めたということで、その抗議に行ったんですけれども、最初はね、中に入れたんですよね。2回ぐらい入ったのかな。だけど、なんか人権の話で襲撃の話したいんだけどって言っても、水辺と緑の課っていう土木が窓口だと。で、生活保護についても水辺と緑の課が窓口だと。で、教育問題についても生活を水辺と緑の課が窓口だとかって言って、それはちょっと違うんじゃないですかね、教育委員会の方と話したいんですけどって言ってたら、退去命令っていうのが出てですね、で、おまわりに電話しちゃって、で、水辺と緑の子が窓口ですとかって言い出して、電話ずっと言うわけですね。それ で翌日行ったら、あんたたちも退去命令出たから、今日から入れませんよと。で、しかも、あんたたちの言いたいことがあれば書面で言いなさいと、書面で回答します。それから、文句があるなら裁判したらいいでしょう、これはね、当事者同士の間では解決できる問題じゃもうないんですよ、だからね、裁判してくださいとかっていうわけで、でも裁判つったって、そんな金がない貧乏人はどうするんですかって言ったら、答える必要ありませんとか言って帰っちゃうっていう、まあ、そういう感じが12月ぐらいから続いてて、で、この間、3月にですね、工事が行われている、ところでちょっと僕ら戦いを組んだんですけれども、ね、結果としてちょっと大負けしてしまって、で、荷物を、ね、持っていかれたんです。で、その時にここにおられる吉田君のね、私物、結構重要なものが入ったカバンも、持っていかれて、で、小屋は壊され、悲しい思いをしたんですけれども、で、それで向こうから、荷物があるから取りに来なさいっていう話があって、実はちょっと身分証が入ってね、なもんで向こうも焦ったんだと思うんだよね。で、取りに行ったら、カバンは返すけど他のものは返さないと。で、どういうことなんですか、あんたら一緒に持って行ったでしょって言ったら、いやね、カバンはね、公園の土の上に落ちてたんですよそれで、あんたカバン以外にもいろんなもの持っていくなって言ったじゃないですかって言ったら、そんなことは聞いてません。で、そいつに向かって言ったんだよね、持っていくなっていうのは何回も言ったんだけど、聞いてないと。でしかも、そのね、毛布だとか、まあ、カバンと一緒に持っていかれたものが、あるんで、まあ、返してちょうだいよというふうに言ったら、そしたらなんか知らないうちに工事っていうのが出てて、つまり石粒物、放置物があるから必要があれば取りに来てくださいっていう掲示が出てるわけ。で、それ持ってきたもんで、なんじゃこれ返してくださいよって言ったら、
あなた方の所有物かどうか確認できないのでここでは返せませんねとかって言って、そういう、まあ、なんていうか本当に、嘘を言うは、こちらの、ことについては、まあ、人間扱いしないわという、まあ、そういう感じの、ね、対応なんだよね、役所っていうのはね。でもね、役所っていうのは、まあ、あんまりこう言って割り切るのもあれだけれども、まあ、そんなもんかなという気もします。でだけど、あのいくら向こうがそういうことを言われても身にじられても、やっぱりこちらには言わなきゃいけないことがあるし、守らなくてはいけない生活がある、そうだ、仲間のつながりがあると思います。これはね、あの役所が何をやってこようが、あのやっぱり譲れないところっていうのはこっちはあるわけですよ。僕らとしては、そういうところをね、やっぱりつながりを大きくしていきたいかなというふうに思ったりしてて、で今日の判決不当ですけれども、実刑打ってくることはできなかったわけですよね、向こうとしてはね。でそれもやっぱりこちらと向こうとの力関係っていう意味で冷静に、あの判断できるとこだと。好き放題向こうはやりたいわけでしょ、もう執行猶予なしで実刑打ちたいと思ってるんだけど、やっぱそれはできなかったわけじゃないですか。でそういうところもね、あのなんていうのかな、ね、不当判決であると思いますし、起訴状について見ると本当に押しただけとかっていうことなんでね。でしかも向こうとちょっと揉み合いになって体が触っただけで1年間も向こうのくだらない茶番に付き合わされてさ、で半年ぐらい拘置所とかに入れられて、全くあのどうしようもないあの災難だなという感じはするんですけれども、まあ向こうはそれがやりたくてしょうがないわけで、でそれに対していくら向こうがやってきたとしてもですよ、こちらには譲れないことがある、言わなきゃいけないことがあるっていうのは、それはもう間違いないと思うんだよね。でこの戦いは長く続くとは思いますけれども、だけれども、あの僕らが生き続ける限りは声を上げなきゃいけないことって絶対あると思うんだよね。でそれはもうなんていうか、望むと望まぬとにかかわらず、あの権力に対して声を上げちゃう人っていうのは絶対いるわけじゃないですか。でそういう人と一緒に運動を作っていくっていうのが多分これからも続いていくと思いますし、まあ、園さんお疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。現場の仲間の皆さんありがとうございました。これからも本当に生活は、大変だと思うんですけれども、私もたびたび足は運んでおりますが、本当みんなで支え合って、あの共同でご飯を作ったり、あの本当に今私たちの社会の中で失われてしまったつながりとか、まあ、ちょっと絆だって言うとあれなんですけど、本当にあのコミュニティがある場所なので、まだ足運んでない方いらっしゃいましたら、ぜひあの行ってみてください。もうすぐにあの懐かしい感じ気持ちがしてくると思います。続きまして、法廷の場で戦ってくださった弁護団の皆様に声を話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。あとこちらが、ずっと僕に、東京拘置所までも含めて接見してくださって続けた、上杉貴子弁護士、そして、ずっと弁護団で、さまざまな主張を作ってきた大口昭彦弁護士です。あともう一人、川村聡弁護士がいらっしゃるんですが、今日どうしても外せない用事ができてしまったとのことで、外してるんですけれども、また川村修弁護士です。ごめんなさい、またお会いできる時があると思いますので、じゃあ、今日の判決の中身の問題点等について、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。判決、あ、今日の判決は、まあ、皆さんおっしゃる通り不当な判決で、懲役1年執行猶予3年という結果でした。まあ、不当は、まあ、不当というか、まあ、検察の求刑通りだったんだと思います。まあ、ただまあ一応、まあ、予想というかこういう可能性はなくはないというのはまあ思ってはいたんですけれども、そのな、まあ、この結果は置いておいて、まあ、その判決の中身というのがまあ重要だったりするわけですが、ちょっと判決文がないので、あの聞いていただけたのちょっとあの把握しきれてない部分もあるんですが、まあ、皆さんあの聞いていらっしゃった方、皆さん思ったと思うんですが、すごく短くて、まあ、内容がほぼない
判決文でした。その検察の求刑というか論告を引き直した部分ばかりだったと思います。ちょっとメモの中で、そうですね、まあ、そもそもそのあそうですね、私たちが一番力を入れていたこの立川、この問題は単なる刑事事件、通常の刑事事件ではなく、こちら弾圧であるということで、まあ、その立川の問題が背景にあって、その立川の問題があったからこそ園さんはがあの場に行って抗議をしていたっていう、一番重要な立川の皆さんの背景事情については、背景事情というか立川の皆さんの問題についてはもう単一言、背景事情に過ぎないという一言で切り捨てていたと記憶しています。で、まあ、それはすなわち私たちが半年間かけて、まあ、3人もの証人も立てて、一生懸命皆さんあの弁護団救援会で、あの作ってきたあの裁判を、まあ、全て一言で切り捨てられたということなので、まあ、とてもこの点については悔しい思いです。まあ、この一言で切り捨てずに、まあ、あのちゃんと言及することも可能であるし、言及する内容について言及するべきであったと思いますけれども、全く語られませんでした。で、あとは、そうですね、まあ、結局そうですね、その、まあ、再開あと一応一番理論的にすごく問題となっている、そもそも、威力業務妨害、あの園さんが行こうが行かまいが、園さんが暴れようがというか大声を出そうが、あのガラスを割ろうが、とにかく向こうは、もうあらかじめ警備体制を敷いていて、もうすぐ出動、警備室に出動して、もうみんながあの通常あのデスクワークをしないで、あの警備についていたという事実がありまして、園さんが終わってからいろいろ逮捕された後もその通常業務は再開せずに、自分たちの、自分たちの、考えのもとで、警備業務をやっていたわけですけれども、それについて全く園さんとは関係ない行為なのに、行為だから、まあ、威力業務妨害にならないというのが理屈的には言えるというか、それが一番あの理屈的には通るはずなんですけれども、ちょっとその辺がよちょっと裁判長の言ってることが意味がよく分からなかったんですが、でもあまり理屈にならない理屈というか、なんかこじつけのようなこじつけで、まあ、そういうことは全く関係な、あのそういうことは言えないというような感じで、まあ、切り捨てていたと思います。そうですね、まあ、全て、まあ、園さんが言ってるように全て一言二言で切り捨てていて、まあ検察の通りの判決にしてしまったということですね。まあ、あのただ、まあ、不当判決ではありますけれども、今回半年ぐらいにわたって、まあ、皆さんアピール、まあ、裁判上でもアピールしてきましたし、裁判外でもアピールしてこれたということは、まあこのまあ、そもそも園さんがあの、まあ、いろいろ苦しい目になってしまったわけですけれども、まあ、こういう、まあ、園さんのこの報道がなければこのアピール全体がなかったわけですので、まあ、アピールができたということは良かった点としてあると私は思っています。ただ不当な判決であることは間違いがないので、次の控訴審で、また作戦を練り直すというか、まあ、あのいろいろ逆転できるように、また頑張っていきたいと思います。で結果的にこれを逆転できれば一番いいので、また皆さんご協力お願いします。皆さんこんばんは、弁護士の大内です。本日の判決というのは非常にもうナンセンス、極まりない最低最悪の判決であります。
非常に腹が立って仕方がありません。まあ先ほど彼女も言いましたが、なんか早く小さな声で早口でごちょ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 こう言っててですね、まあ何を言ってるのかちょっと聞き取れないところもあったんですけれども、若干の問題点を提起したいと思います。それとまあこの今日判決があったのに、そもそもまあ私らの手元に判決書がないですよね。これどうなってんだというふうに思われるかもしれません。しかし刑事事件についてはですね、判決の時に判決書ができているというのはもうほとんどない、まれな、よく簡単な短い判決というのはありますけれども、実際はほとんどそういうのはなくて、裁判長はメモ、自分のメモだけで、判決しているということが事実上なんですね。で、まあ、民事事件の場合は判決書に基づいて判決するというふうに法律がなっているので、まあ、必ず判決があるんですけれども、刑事事件の場合はないと。そもそもだからできてきた判決文と法廷で喋った判決が本当に同じなのかという点についてもですね、その保証がないという非常に、ふざけたシステムになっています。これは結局ですね、戦時刑法の特別体制というのが前の第二次大戦の時に、まあ、やられたわけですよね。で一方で治安維持法の改悪とかでですね、まあ、そういうのがやられるとともに、この刑事手続きなんかもぐっと簡略されてですね、判決はもういらないと、後でいいということに、なりました。また判決の中においてですね、昔はその一つ一つの証拠について、まあ、それなりに裁判所がその証拠に対する評価をですね、書いていた。しかしそれもいらなくなったということなわけですよ。だから例えば本件でも荒木がいろいろ嘘を言っててもですね、そもそも荒木の証言についてどう考えているのかと、裁判所がいうことについても今日も一言も言ってませんよということで、ほとんど結論だけの託せんという、そういうですね、非常にこの大雑把ないい加減な判決システムというのに、この戦争の時からもうとにかく忙しくてそんなことやってる暇がないというようなことで解約されたのが、そのまま戦後も続いているという、非常に、まあ怒りに耐えない状況がこうあるわけですよね。まあ、もっと言うならば、例えば判決が出てきたということで、園さんは当事者なんだから、俺について、裁判官が何を言ったのか、その判決 をよこせと言っても当然には判決をくれないわけですよね。それをいちいち判決文を書くせよという手続きを取らなきゃいけない。で、一枚について印紙いくらということで印紙を貼ってあれしなきゃいけないと。こうだから、まあ今日はたまたま執行猶予が良かったですけれど、まあ、実刑で中へ放り込まれた人がですね、自分がこんな目に遭わされている判決はそもそも何でなんだと、何を裁判官は言ってるのかということを知ろうと思ってもですね、当然にはできないと。いちいちお金を払ってですよ、その判決の当本を取らなきゃいけないというですね、非常にまあおかしな、一体誰が当事者なのかと、被告人は当事者じゃないのかというようなですね、まあおかしな、許し難い現実というのが今の日本の訴訟制度にはいろいろあるということもですね、まあこれはあまり本筋の話じゃないですけれど、まあ打足ですが、ちょっと説明しておきたいというふうに思います。まあ今日の判決がどういうものであったのかということについては、まあ、先ほど来いろいろ、もう報告がなされていますので、くたくたしくは述べることは省きたいと思いますが、まあナンセンスそのもの、理論的にももう非常にレベルの低い、ものですよね。まあもう要するに検事から論告のフロッピーをもらってですね、
でそのちょっと体裁だけ変えて、判決を起こせられたんじゃないかというふうに言わざるを得ない、ひどいものです。まあ問題としては先ほど、指摘がありましたが、そもそもまあその動員されたこの職員が自分の本来の仕事ができなかったと言っている、まあそういうことは多少はあったようですね。しかしそれとそのさんのこの行動が何か関係があるのかというと全くないんですよね。彼らが勝手にそういう警備計画を作って、各課から人員を動員してですね、で、やっただけのことであって、そんなことはこっちの知ったことじゃないですよね。まあ知ったことじゃないどころか、いやそうじゃなくて三夜労働福祉会館からこの来るということで、彼らはその、向井さんたちを敵視してですよ、それでそういう体制を彼らが取ってるわけですよ。つまり彼らのそういう偏見敵意いうものによって取った、それで仕事ができようができないが、そんなことはこっちの知ったことじゃないですよね。それをあたかもですね、この園さんが騒いだからそういうことになったんだというようなことを判決は言っていると。しかしそこに今日はまたインチキをあの裁判長言ってましたよね。それはね、理屈から言えばそれは裁判所も分かってるんですよ。まあ我々もそこのところは特に丁寧に主張しましたからね。それに対してどういったかと、時間的場所的に接着したところでの被告人の行為だと、だからそれは関係があるというふうに見ることができるんだと、明らかにごまかしなんですよこれは、このね、いうようなところが、まあ、この判決にいろいろありまして、これはまあ控訴審においてですね、こちらが徹底的に攻めていかなければいけない相手のも弱点、なんですね。まあその他にも、園さんがもう捕まってしまって、帰ってくる可能性はないという、そうすると、まあ、園さんが問題ならその時点で警備を解けばいいわけですよね。それまた2時間も彼らはその後警備をやってたわけですよ。で仕事ができなかったできなかったとこう言ってるわけなんですけれども、おかしいんじゃないかというふうに、まあ、こちらが言ってるのに対してはですね、いや威力業務妨害というのはそういう妨害の結果が発生しなくてもいいんだから、いい、そういう犯罪なんだ、だからそういうことは関係がないんだというふうにまたここでごまかしましたよね。で確かに刑法の解釈としてこの威力業務妨害というのはそういう可能性のある行為ならいいと、現実の結果の発生はいらないというふうに、まあ、これは私は非常に不当な解釈だと思っていますが、まあ一応そういうふうに解釈運用されているようです。しかし可能性があればいいと言ってないですよ。本人が逮捕されてしまってもう現場からいなくなって、でそうするとそんな可能性だってないじゃないですか。それを極めて抽象的に理屈の上で、いやそういう騒いでこういうふうに騒げば妨害される可能性があるんだというふうに強引に言ってですね、でだから犯罪成立なんだという、ここでもまあごまかしているという、まあそういうことがまあ、あっちこっちにある、ボロボロのですね、判決だというふうに言うことができると思います。しかしながら裁判所から見れば、まあ園さんはですね、今やあの裁判所前の男と言われている大高さんとですね、もう全く同じように位置づけられていてですね、この人は秩序あるいは司法に対するもう敵対分子なんだというふうにですね、非常なもう敵視、してですね、そこから出発して、物事を、議論を立てていくということになっています。これは到底公正、公平でなければいけない裁判所のやるべきことではないですよね。そういう偏見、悪意からですね、議論を立てて、そこから解釈するという、このような、まあ、裁判所の在り方というものは、絶対に許せないというふうに、考えます。ところで、まあ、そういう許せない裁判所、ナンセンスの裁判所、こんなものはもういちいち相手にしとれるかと、あおろしで、もうこんなものは相手にできないという気持ちになりますよね。で、まあ、それはそれで非常に正しいんですけれども、しかしそう言ったからといって
あっちは、もうそうは言ってくれないというところが、まあ、実に悩むところですよね。やはりああいう裁判官がまたこれからも令状を発布しですね、また裁判をやっていると、今後は立川でもどうなるか分かりませんが、そこで仮にですよ、また弾圧事件があった場合にまたあの裁判長のところに我々はまたかかるかもしれないという、まあ、そういうふうにこっちは、まあ、あんな連中とは縁を切りたいんだけれども、彼は絶対縁を切らないという、まあ、そういう人を相手にしていますからね。やはり我々は本件についても徹底的に戦うとともにですね、やはり今後もですね、彼らとの切れない関係において少しでも我々の有利なあるいは可能性のを作るそういう裁判というものを戦っていかなければいけないというふうに思うわけですよ。でそういう意味ではですね、もうあんな連中はもう弾圧司法で階級裁判でこんなものはどうしようもないと、もう意味がないと、もう我々も知りまくるんだと、こういうふうにこっちから言ってしまってはですね、あ、分かりましたと、そうしてくださいと、しかし我々は我々でやりますと、こうなっちゃいますからね。やはり根本のところでは我々は腹をくくるとともにですね、しかし長期的な今後の闘争において我々が少しでも食らいつき食い込んでいくようなそういう点も考えながらですね、戦っていくという必要があると思います。まあ、本件について、園さんが、まあ、ガラスを割ったということについてはいろんな評価もあるようです。しかしで確かに、まあ、ガラスを割るというそれ自体が立川の闘争に直接的にですね非常にプラスになるということはなかったかもしれないと。しかし逆にですよ、あの2月の8日9日またそれ以降も何もなくて、あっちのもう人民を排除した本当に憲法15条にも違反したですね、そういう事態のもとに完全にこの件がもう静かに終わってしまってですね、言ってたら一体どうなってたのかという問題がありますよね。この果たしてこの立川の問題についてこういうふうに多くの人たちが結集してですね、戦っていくというそういう体制が本当にできたのかという問題もありますよね。そういう点では我々はこの今回の弾圧についてですね、最大限のやはり団結連帯というものを立川の現地また広くさまざまな戦線の皆さんとも作ってですね、この裁判を戦ってきたということがあると思います。我々はこの裁判の成果というものを勝利というものをですね、ここにやはり一番見ていかなければいけないというふうに思います。まあ、ちょっとナンセンスの裁判官がナンセンスのことを言うことについては直接には我々これ何ともできませんからね、まあ仕方がない、しかしそれを我々がどんと認めてですね、この裁判をさらに戦い抜くとともにですね、今後の戦いに向けての我々の連帯したあり方というものをいかに、作っていくのかと、また本件で作れたのかということが一番大切なことだと思います。まあ、園さんは非常に、まあ、お元気ですし、まあ、今日の執行猶予判決でもって、もう保釈ということは関係がなくなりましたからね、現場に、立川の現場あるいは区役所の現場に、園さんは、まあ、行くことができます。まあ、あまり簡単に捕まってもらっちゃちょっと困りますけれども、やはり園さんがですね、この間使ってきたその投資思想というものに踏まえてですね、現場の皆さんとさらに固い絆を作ってですね、進んでいかれることを、まあ、強く願っています。まあ、裁判所でもちょっと言いましたが、彼らの自作自演の業務妨害というものがですね、これが認められていると大変なことになりますよね。そもそも憲法15条には公務員は公の保守者だと決められている、いわゆる公僕規定、つまり人民のサーバントなんですよね彼らは。
それは何ですか、偉そうにですね、失礼ですね、そうだ、もう言うことはね、やっぱり根本的に間違ってるんですよ。そうだ、そうだ、さらにはですよ、それだけにとどまらず、いや、あんたが来て騒いだためにわしらは仕事ができなかった、その責任取れというようなですね、そういう自作自演の責任を人民に転嫁するという、こういう許し難い、体制というものは絶対に許しちゃいけないんですよ、今後もですね。だからこの、まあ、これは大阪でも同じような問題が起きているようですけれども、業務妨害罪というふうにねじ曲げてですね、とにかくまず手近に逮捕できるものから逮捕する、でそれから今度はそういうねじ曲げて、自作自演の業務妨害ということで、起訴していくと、長期拘留すると、また有罪判決を下すという、こういうことが許されていくとですね、そういう本来は人民のサーバント下部であったはずのそういう役所がふんぞり返って偉そうにしてですね、で、相手にしない、または暴力を当然のように振るってくると、こういう社会にですね、いよいよ日本がなっていってしまいますよね。これは絶対に許してはいけないということでですね、この間、裁判を戦ってきた我々が固く団結してですね、この立川の問題を戦うとともに、さらにあらゆる問題について戦っていく、経産省前テントの排除の問題も現実化してきています。あるとあらゆるところで起きてきている、こういう問題にですね、我々の団結した力でもって戦っていこうではありませんか。よし、まあ、今日の判決に対しては直ちに控訴を叩きつけてですね、あのナンセンスな判決を粉砕する戦いを、まあ、園さんと我々は一体となって戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これからの時間は、パーティー形式な感じで、皆さんにお気軽に食べて飲んだりしていく中で、いろんな方からアピールをいただきたいと思いますので、まずは席の方をちょっと椅子の方を動かして、行きますので、ちょっと皆様ご協力のほどよろしくお願いします。 あとテーブルの上に、食べ物の今原発夏原発テントの訴えられている正清でございます。いつも皆さんとこになかなか来れなくて大変申し訳ないと思ったところなんですけども、今日はようやく来れました。ご承知の通り大口先生をはじめいろんな弁護士さんに今お会いをして、大弁護団を作っていこうということで頑張っております。また皆さんのご協力よろしくお願いします。5月の23日が第1回の後半の予定になっておりますので、また皆さんと共に頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。同じく経産省伝統広場の勝と申します。私自身も2006年から7年頃第1期2期あたりの立川の強制排除に、支援活動をしておりましたが、経産省伝統広場に、関わるようになってなかなか時間が取れなくて、立川に関しては赤い人に、支援していただいた次第でございます。で今日の判決は不当判決というよりも司法の反動ですね。司法の反動、まさにそのものです。その今日の判決の3日前に大井原発の再稼働を止める裁判もまさに不当判決、司法の反動です。それも自分たちが裁判官専門家じゃないから、安全規制委員会が安全って言うから安全だってなぞっただけのお粗末な判決です。そして立川に関しては
責められるべきは役所の人間、すなわちそういう野宿労働者を排出した社会を再編しようとする彼らの反動的な言動を糾弾せるべきは彼らです。そのことをもう一度確認し、今後も原子力福島のあの甚大な原発事故も過去の司法の反動で、ただ当時の原子力安全保安委員の追認しただけの状況があの福島の状況なんです。今後も野宿労働者、原発ともに、戦って絶対していきましょう。よろしくお願いします。はい、関西大弾圧救援会が来ました。文です。今関西でも、不当逮捕、ほんまにすごいですよ、ほんまにすごいですよ。そうですね、大井原発再稼働反対の、唱えた川崎さんですね、川崎さんが不当逮捕されました。これは令状逮捕です。現行犯逮捕はできなかったんですね、実は。で、75日9月20日に、逮捕されました。で、なんていうんですかね、すごくちっちゃな、刑事事件として扱われました。原発再稼働反対っていう国家の一大事を本当にちっちゃな、なんや、怪我させた、させないっていう、そんなちっちゃな事件で扱われたんですね。で、最初の意見陳述で川崎さんが事件背景とか、絶対再稼働させたらあかんねんと、国民全部が立ち上がって、大井の再稼働絶対反対しようと言って意見陳述しようとしたんですね。で、10分オーバーしますよね、当然。ほんなら裁判官は時間です、やめなさいと言って遮ったんですよ。事件判決は関係ないと、ただの暴行や脅迫だ、傷つけた、つけへんかったみたいな、そんなちっちゃな事件として扱ったんです。で、ほんまに証人も、八木社長とかね、活断層で有名な渡辺光久さんとか、その辺証人陣も呼んだんですけど、ことごとく却下するんですね。本当に事件の判刑は関係ないっていう。で、あとそうですね、もうお前むちゃくちゃでした。その当時警備に当たってた検察側の証人が、実名ではなくて ABCDEFG みたいな感じの証人で呼ばれたんですよ。で、しかも遮蔽措置なんです。しかも遮蔽措置なんですよ。で、ほんなら検察側は勝手にでっち上げできるでしょ、ほな、ね、勝手に証人作って名前も出さへん、 ABCD で遮蔽措置、こんなん暗黒裁判ですよ。ほんでこれを怒った川崎さんは、裁判官聞いたって言ったんです。ほんなら川崎さんは定理に羽交い締めされので、ここで弁護人解任だっていう、もう裁判停止措置に踏み切ったんですね。ほんなら裁判官は改定中の、弁護人解任は認められませんと。で、そのまんま、川崎さんを退廷させた後、裁判続行するんですよ。被告人もいないのにその場で裁判続行させた、ほんまに暗黒時代の始まりでした。で、このことも全然取り上げられませんでした。で、川崎さんはこの裁判、弁護人2回解任してるんですよ。っていうのは、あまりにも裁判官の法廷執権発動に異議を申し立てて、もう裁判自体をぶっ壊そうという、もう最後の手段にやったわけですね。で、そんなんやったんですけども、それでもほんまに裁判福井地裁の強硬な姿勢は変わりませんでした。本当にひどかったです。
感じで、まあ、川崎さん、まあ、やっと、まあ、保釈されたんですけども、これも、あと、なんていうんですかね、あの論告休憩と、あの最終弁論を待って、やっと、保釈されました。本当にひどいです。っていう流れが、まずあったんですね、関西大弾圧では。で、まあ、その後に、あの10月5日の滅び工房の裁判です。これ僕現場見てましたけど、あのね、天満署の、まあ、影山雅樹が勝手に転んだんですわ。もうあの YouTube でご覧になってわかるかと思いますけども、勝手に転んだ、天満署の影山に、まあ、A さんがもう完全に狙い撃ち、その日の獲物が決まっとったんですね。公安が事前に調査しとって、今日の獲物はこいつっていうのを確定してから、一斉に大捕物が始まりました。で、まあ、そこの逮捕があってから、まあ、関西のなんていうんですかね、反原発反瓦礫の運動の人間が逮捕された当日からも天満署抗議をやり始めたんです。下島咲さんとか半木大さんとか、今パクられて保釈されてるパオンさんとか僕とかが先頭になって天満署抗議やりました。これも YouTube になってもよくご覧になってるかと思いますけども、連日もう火曜日金曜日水曜日と、まあ、ついに週に3日ぐらい行ってましたね。市役所前の監視点とかできてから、そこが拠点になって市役所前抗議、官邸前抗議、天満署抗議っていうのがもうワンセットになってやってました。だからもうそこのメンバーは完全に目つけられましたね。僕とかパフォンさん、あと立川弾圧でまあね、ずっと支援されてたゆうさん、ね、有名になってますけど、で目つけられてて、まあ、そこで11.13 の, この花区民ホールの瓦礫焼却反対で、まあ、4人まとめて不当逮捕されたんですね。まあ、それも抗議行動で、まあ合意のオキパイの延長上の運動でした。まあ、その中で抗議活動をやってたんですね。太鼓叩きの笛鳴らしのっていう、そういう合意でやったような、そういうことをやってたんです。でそれも最初は建造物侵入で3人逮捕したんですね。でそれで20日交流の上に起訴した時には罪状切り替えて威力業務妨害なんです。でこの威力業務妨害切り替えたっていうのはそのさんと同じ手法ですよね。市役所相手に威力業務妨害ありえないですよね。こんなって向こう公権力ですよ、行政ですよ。でもう完全にほんなら、ね、建造物侵入で、まあ、20日間交流しといた、で交流理由の開示っていうのも、ね、20日間交流理由何やったんやっていう話でしょ。でそこから罪状切り替えて未だに交流なんですね。だからまず運動潰しが目的なんです。罪状なんてどうでもいいんです、後から作ってるんです。そういう風にしてもうほんまに運動潰しが繰り広げられています。でそれにも懲りず、そうですね、12月9日に下地さんと、まあ、牛さんとで、まあ、半木大さん、この方が令状逮捕と獄中再逮捕っていう形でありました。でこの半木大さんはすごく園さんとすごく似てて常に弱いもの味方でした。まあ半木大さんではなく優さんも立川弾圧とか戦役とか常に弱いものの味方で本当に弱い人がいたらすぐ味方になって立ち上がってました。ハンさんもそうだったんですね。ハンキ大佐も反戦イラクからあと沖縄の辺野古基地の行動、従軍慰安婦の行動で原発反対、燃やすな瓦礫とかあらゆることを中断的に運動されてたんです。だからもうずっと前から権力に目つけられてたんですよね。本当に差別をしないっていう。でそう、そこでずっと狙われてたんです。でまあその時に12月9日の下地さんたちのあれ不当逮捕で東京救援会とかが、まあ、立ち上がりまして、まあ、そういったロビー活動があって、まあ、下地さんと牛さんだけは保釈されたんだけど朝鮮民族のハンさんだけ不当に起訴されたわけです。これ明らかに憲法違反なんです。あの時も下地さんと牛さんだけは保釈されたのになんでハンさんだけっていう、罪状同じなんですよ、事件同じなんやけど
起訴されたんです。で、あの時も、威力業務妨害なんですよ。鉄道職員の足踏んだっていう、それが威力業務妨害になってるんですよね。これがハンさんの2つ目の起訴です。で、最後に最後、在特会の、従軍慰安婦に乱入してきて、ご退場いただいたっていう、これが、園さんのこと、今回の、コスプレ反対の、武勇の妨害で、勝手に被害届け出したという、これと同じ手法が、園さんの方に、関西から逆輸入されたみたいな、そういう感じの弾圧が、もう関西と東京で、なんか、連動してます。ほんまに、もう、やばいです。で、今こういう風に弾圧をされてますけど、でもちょっとずつ盛り返してるんですね。去年2月3日に反弾圧全国集会やったのご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、大阪の方でやりました。あの時、山本太郎さんとか、憲法研究者とか、憲法研究者の石崎さん、石川さん、で、あと鵜飼さん、集まって鎌ヶ崎の弾圧、神田丸弾圧、朗読メール弾圧、関西大弾圧、こういった人を集まって、1200名ですか、集まりまして、東京の会の方からも来ていただきましたし、全国の反弾圧集会といった、初めての動きっていうのがありました。で、こういうのを、次回やりたいねと、次もやろうねっていうのを、ここで本邦初公開しますけど、園さんから事前にオファーいただいてたんですね。東京でこういった反弾圧集会っていうのはやったことないから、次いつやるんですかと。で、ずっとずっと言われてて、僕その辺でもうちょっと伝えてたんですけど、園さん、立川弾圧、あと経産省の弾圧、その辺と今回つなげて、次回近々、関西弾圧の方から全国同時反弾圧集会でもやろう、名前は仮ります。名前は仮の名前ですけど、そういう呼びかけしますんで、その辺、園さんとか、今日そうですね、サンリスカの方とか、あと富山行った方、福島の方、いろいろいらっしゃると思うんです。で、そういうのはみんなつながって、国家権力に向かって、敵は国家権力なんです。そうだ。なんで全員つながりましょう。よろしくお願いします。今彼らが関わっているオキュパイオーイの、T シャツが、奥で売っておりますので、思いをして持ってきてくれているので、ぜひ皆さん、今日お買い求めください。1500円と安いです。とてもいいデザインなのでよろしくお願いします。ある意味東京時代公認。こんにちは、東京の会の、道下恵子です。今日は東京の会の呼びかけ人の一人の園さんのために、こんなにたくさんの方に集まっていただいてありがとうございます。本当は無罪を望んでいたので、嬉しいなんて言っちゃいけないんですけど、でもこうした園さんがここにいてくれることが、ちょっと私はやっぱり嬉しいです。皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。で、園さんは今回の立川の件だけじゃなくって、今また新たな問題を抱えています。抱えていますというか、抱えさせられています。注目お願いします。なんて説明すればいいんでしょうか。一応最初は説明はしたんです。あるんです。右翼の被害届を利用した呼び出しです。右翼の人たちが被害届を、園さんのダウンジャケットを破ったのはあちらなのに、自分たちが被害を受けたとして被害届を警察に提出して、それを警察は真に受けたふりをしてたのかもしれないですけど、園さんに呼び出し状を今すごく必要に来いと呼び出しています。それに対する抗議文を東京の会としても麹町署に要請書を送りつけました。で、それへの連名を皆さんご存知の通り私たちは呼びかけていて、たくさんの方が続々と個人名で実名で本当に連名してくださっています。それも非常に心強いです。ありがとうございます。で、私たち東京の
会はそもそもは関西の先ほどムーさんがお話になっていた関西で起きている大変な大弾圧に関して東京でできることは何だろうということで人数が東京多いですから看板を集めたり院内集会というものを開いたりこちらでできる限りの支援をしようということで立ち上がりました。で今はこちらに皆さんも配ってあると思いますけれども、4月21日にその先ほど小松さんが何度も話していたオキパイ大井で逮捕された川崎さんという方が今保釈で出ていらっしゃってます。でその川崎さんをお招きしてオキパイ大井から1年ということでこの夏決して再稼働させないために何ができるかという話し合いを持ちたいと思っています。でその場には元東芝 の原子炉格納容器設計者の後藤正史さんにも来ていただいて技術者の視点から原発を再稼働することがいかに危ないかということも話していただきます。でこちらにいる園さんからはその関西で起きている弾圧や個人的に受けている弾圧について話していただいていかに反原発という声を上げたりこれおかしい世の中に対しておかしいという声を上げたらどんなひどい目に遭わされるかという話をしてもらいます。そういう現状を踏まえた上でそれでも私たちはひるまずに原発を決して再稼働させないというために何ができるかという話し合いをみんなで声を上げて話し合いたいと思っています。それが4月21日の14時から早稲田の、日本キリスト教会館にて行いますのでぜひ皆さんお集まりください。よろしくお願いいたします。もう一つ皆さんにお願いがあります。先ほど小松さんが何度も反キダイさんとおっしゃってましたが本当は反キレさんですね。反キレさんの、並びに私たちの仲間であるユウさんとかたくさんの仲間が本当に今も不当に逮捕され起訴され拘留されています。でその起訴自体おかしいというふうに憲法研究者もおっしゃっています。その反キレさんおよび仲間たちをもう即時釈放と、控訴棄却を求めての署名を募っていますのでどうぞ皆さんぜひご協力くださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。応援してください。ありがとうございました。皆さん応援してください。お願いします。続きまして集団疎開裁判の方から、話していただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ちょっと話が下手なのでちょっといっぱいやりました。不当判決ですが、私たちにとっては嬉しいことなので乾杯おめでとう。すいません。皆さんお話し中の皆さん、私ちょっと今ビール飲んでてちょっと酔ってますけど、皆さんこちら注目願います。今から大事な話をさせていただきます。すいません申し訳ありません、生意気でおばあちゃんですが若くなくてごめんなさい。お話し中の方皆様すいません、ご注目お願いいたします。出ます。私は福島集団疎開裁判のメンバーの東京アクションのメンバーの一人です。どうして今日ここに来てるかと言いますと、園くんが集団疎開を応援してくれてメンバーになってます。でいろいろデモとかスピーチとかコールとかいつもやってくれてるので私たちの園くんは仲間です。それで今日もたくさんメンバーが園くんの応援に来てます。あとどうもあと集団疎開のちょっとお話をしたいんですが、分からない、まだ知らない方が大勢いらっしゃるので今日はちょっと園くんが集団疎開のことを話した方がいいよって言ってくれましたので、ビルの勢いを借りてちょっとお話しさせていただきます。郡山ですが、私たちは郡山の子どもたちが鮮度の低いところで教育をさせてくれっていう裁判を起こしたものを応援している団体です。市民です。団体というより市民の集まりです。それで今はとにかく一刻も早く子どもたちがここのリーフレットあるんですが、
リフレット今無料で配布してます。全国から今欲しいということで送らせていただいてますが、実は一刻も早くもう子どもたちを助け出さなくちゃならない。2年過ぎても今裁判を起こしてるんですが、毎日判決が出るか毎日毎日待ってます。でも仙台高裁は判決を出しません。子どもを見殺しです。私たちはそれに対してこのリーフレットを先週今月から有楽町で会いましょう、有楽町で会いましょう、リーフレット大リーフレット早く大作戦を展開してます。有楽町で土曜日に 1時から2時半までこのリーフレットを私たちのメンバーが配布してます。もしご協力いただける方は、宣伝で申し訳ありませんが毎週やってますので、それから今週は明後日ですが、郡山にこのリーフレットを1万枚持って乗り込みます。真実を郡山の人たち、福島県民の方たちに真実を伝えなければ逃げようというふうにまだ思ってくださらないので、とにかく私たちは真実を伝えたいという気持ちで ものすごいメンバーはすごい熱意でもってこの運動に柳原弁護士といいますが、主任弁護士はその方を先頭に皆さん頑張ってこれを真実を広めようとしてます。それで、そうですね、それも皆さんブログとかリーフツイートやってらっしゃる方は見てくださってると思うんですが、あさって無料バスで郡山に来ますので、今からでも今日担当者がいますので申し込んでいただいてもいいんですが、郡山で無料バスが郡山に行きます。土曜日ぜひ新宿から無料バスが出ますので、この行きたい、お願いします。メスコに行きますので、今30人集まってますが、あと10人ぐらいは欲しいです。いらしてくださる方は必ずマスクをお願いします。やはり線量高いですから、どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございました。バス代の方ぜひですね、担当の方にお申し込みください。リフレットもご用意あると思いますので、どうぞお持ち帰りください。続きまして、曜日の夜いつも講義を行っている警察署前で手と握手を行っているテスさんの方から本番前です。待ってました。お願いします。全部真実を言っちゃってください。お願いします。あ、どうも、カヤピンテスです。活動に入ってからなんか真面目な話ばっかりしてんで、真面目な人間と思われてますけど、今日ちょっと酔っ払っちゃってんで、ではっきり言って今回の裁判に関して食べ物をする必要はありません。そうだ、逮捕不当判決ですよ、これは。そうだ。そしてね、裁判所はね、強きを助け弱きをくじくっていうあからさまな不正義を行ったって、ただそんだけの単純な事実があるだけです。そうだ、食べ物をする必要なんか全くありません。そうだ。その上でね、立川のこの問題ですけど、私 TPP っていう自由経済協定、これに反対する活動してますけど、そうだ、ねますますこれから絞り取ると書いて搾取、本当にね、経済人、財界の人間、バカです。バカです。我々にお金を渡さなかったら世の中貧乏人の金で回ってるんですよ。貧乏人がちょっとずつ物を買って、それが膨大な額になって、血液みたいに金が世の中に回って、それで世の中が回ってんのに、そういうこと。これからますます絞り取るだけ絞り取って渡さない政策を繰り返すでしょう。その道筋が見えてきてるところで、これから屋根をなくす人は必ず出てくるんですよ。そうだ、私であり、あなたであり、みんなが屋根をなくす可能性があるんですよ。そうだ、
前になくしちゃった人、雨ざらしで暮らさなくちゃいけない人にね、そういう人をいじめるのよせって言った、その亮太君、そうだ、これを檻に入れようだなんていうことはとんでもないことです。ふざけるな、これはあからさまな不正義なんですよ。おかえりだ、こんなことも食べ下ろする必要はありません。おかしいんです、おかしいんです。そうだ、そんでそのおかしいこと、もうおかしいの一言で済んじゃうんで、ちょっと今日は酔っ払ってるんで、いつもねこの弾圧の問題に関してね、あの宗君たちよく私の呼びかけてる計算書前の金曜の集会に来ていただいてる時に、私が歌を歌わせていただきたいと思います。状況に抗う人々よ、状況に抗う人々よ、一言仲じゃないこいつは、一言仲じゃない、人的風から夏は一言仲じゃない、人的風から夏は一言仲じゃない。何が起こったんだいその両谷、何が起こったんだいその両谷、進行猶予がついたとて、進行猶予がついたとて、懲役1年は何なんだい、懲役1年は何なんだい、どうしちまったんだ日本国、どうしちまったんだ日本国、命を守れと叫んでは、命を守れと叫んでは、仲間が次々通りの中、仲間が次々通りの中、そうさこいつは一言仲じゃない、一言仲じゃない、犯罪不当逮捕の問題も一言仲じゃない、犯罪不当逮捕の問題も一言仲じゃない、どうしちまったんだよ大阪シティ、どうしちまったんだよ大阪シティ、次々と仲間が檻の中、次々と仲間が檻の中、東だの西だの言ってる場合かい、東だの西だの言ってる場合かい、そうさ僕らは仲間じゃないかい、そうさ僕らは仲間じゃないかい、一言仲じゃない、一言仲じゃない、そうさこいつは不当な判決だから、そうさこいつは不当な判決、いさていさて不当な判決、いさていさて不当な逮捕、いさていさて不当な判決、いさていさて不当な逮捕、僕らはつながっていこう、そうだ、僕らはつながっていこう、だって一言仲じゃない、一言仲じゃない、状況に抗う人々よ、状況に抗う人々よ、だって一言仲じゃない、僕は一言仲じゃない。今すごく盛り上がっていた後に大変やりにくい、やりにくいですけど、初めまして、私は弁護側の証人としてフランスの社会運動について証言させていただきました。それで、なんていうか、その全体としては例えばフランスでこれまで 私自身は空き家をホームレスの人が占拠して、でそこに住むっていうその運動を調査し、研究者なので調査しているんですけれども、その過程で過去これまでこの運動20年間続いてきて、で過去に逮捕者が出たことっていうのが一度もないんですね。で裁判は何回もやっています。で裁判は何回もやってるんですけれども、運動側が常に勝っていて、で取
の中で、空き家選挙というのはやっぱり違法は違法なんですけども、しかしその違法だった空き家選挙で空き家を選挙した人が負けたのではなく、むしろその裁判官が、必要に迫られて空き家を選挙した場合には刑法に違反しないっていう、あの画期的な判決を出したという例を紹介し、でなおかつその社会運動団体の人たちは、あの自分たちがやっていることは違法かもしれないけれども、違法だけど、違法かもしれないけれども正当であるっていうことを主張しました。で、そのことも裁判官が最高裁で、運動団体がやっている、その家がない人たちの権利を守るためにやっている行動っていうのの違法性というのは、全体的なその社会の、利益、要するにその社会全体の利益を考えると、社会運動団体のやった違法性っていうのは十分正当性があると言って、その時は無罪どころかはそういうわけで空き家を選挙してもいいという判決を得たんですね。で、そういう話をしたんですけれども、残念ながら全然、裁判、それを裁判官に向かって話していたわけですけれども、裁判官が聞いてくれているっていう実感がやっぱ全然なくて、私は、大学の教員やってるんですけれども、どちらかっていうと、なんていうか、その授業中に内職をする学生のような感じで、もう明らかに関係ない書類を見てるような感じで、まあなんていうのか、全然外国の例なんていうのは関係ないんだっていう、そういう態度だったと思いました。で、まあとはいえ、フランス、私はそのフランスの例を紹介したんですが、フランスでも社会運動って勝つときにはやっぱり単にその裁判所の中だけの話ではなくって、それをどのぐらい、みんなが支持しているかっていうのが見えるときには勝てることが多いです。で、そういう意味では今日今回のその孫さんの裁判もすごいたくさんの支援者の方が常に、いろいろなところでいろんな活動をしていて、でそういうその大きい、支援の輪ができたっていうのは、とても重要なことだっただろうなと思います。でこれはだから、もっともっと、広がって見えるようになると、さすがに権力を無視できないような、そういう風になると思うので、私たちは今こうやって関わっているので、そういったこう心の中で支援するっていうのもあると思うんです。だけど心の中で応援してるよっていうのではなくて、やっぱり行動を起こすような人が増えていくように働きかけていきたいというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。続きまして、名古屋で、路上生活者の支援などを行っているダンゴムシマヤさんの方からお話をいただきたいと思います。お願いします。名古屋照れるから座ります。別に自分の話は大したことがないので、ちゃんと皆さんご飯食べたりしてどう名古屋からいつも来ています。ダンゴムシマヤと言います。今日もですね、着ぐるみを持ってきたんですけど、道に迷って時間が間に合ってしまって、普段は着ぐるみを着ています。でですね、で皆さんに報告がある。で今日、裁判前にちょっとした集会が行われてたと思うんですけれども、その時そこの関西第一回のその当事者のムーさんが、法案を指してですね、お前ら出てけって言ったと思うんですけれども、その時に自分法案に向かってカメラを向けたんですね。ずっとこう接近して、その時にちょっと言われました。何を？千葉ダンゴムシマヤという名前の他に戸籍名がルノサヤという名前があるんですけれども、その時にルノセさん、自分の本名を言って、ルノセさんと近いよって言われたんですよ。それってカメラが近いって意味なのか、お前も男性
するかっていう意味なんです。で自分ちょっとビビりました。で、最初に園くんの映像を撮ってあげたり、あと講話を撮ってあげたりとかね、始めた時に、私は趣味でやってますけれども、これはやばいなって思ったことも事実です。でもこれは誰かがあげなければいけないと思ったし、これは自分もちょっと覚悟しなきゃいけないなと思って、まあ、ガサ台を始めてます。それで今回の立川の件、何が一番自分今まで大変だったかというと、いいですよ裁判所とかその権力の人たちは自分らのことをどんなに弾する、でも自分らの仲間、あと道行く人たちですね、自分らのことをどう思っているかなってことが一番気になっています。で正直地元でも結構冷たい反応が入ってくることがあって、弾圧とか不当逮捕とか言うと、ちょっとそれは一緒にやれないねって言われたりですね、チラシを置くのを断られたりして、そういうのが非常につらかったですので、あのですね、自分ももともと実はそういうのが僕はすごい好きなんだけれども、反対性とか反権力とかすごい好きだけれども、地元ではすごくそういうノリが受け入れられなくて、それがつらかった。ただだから自分の目で確かめようと思って名古屋から毎回来ていました。で立川現地の人、園さん、支援者の人、自分の目で見て確かめてこれだと思った。すごくみんなのことが感動して、この人たちと一緒にやりたいと思って自分それで、来ています。ここに集まっている皆さん、すごく集まって楽しいと思うけれども、立川現地を通り過ぎて襲撃する人もいるじゃないですか。であなたたちのおかげで公園が封鎖されるのよっていう人もいるじゃないですか。そういう人たちに一人でもいいから分かってほしいと思うんですよ。ちょっとでも広げていきたいと思います。ありがとうございます。ダンゴムシマヤさん、ありがとうございました。第2土曜日の2時から4時、立川カフェとを開催しています。そ地域の方にも、身近に感じていただき、気軽に立ち寄っていただけるような空間も作っておりますので、ぜひ皆さんもそちらの方にもお越しください。続きまして、竹木の会の方よりご案内をがあるとそうなのでお願いします。あ、すいません。ありがとうございます。あ、こんにちは。滝木の会という団体が最近立ち上がりました。荒川と申します。私たちはですね、山陰地域で、まあ、の部写真というんですかね、活動している、有志の集まりです。で今回、ここで告知したいと思っているのは、後ろの方にビラがあるんですけれども、連続講座第2回目を5月26日にやりたいと思っています。で、1回目が2月にやりました。で内容については、稲葉さん、稲葉剛さんもやいの代表理事だと思うんですけれども、生活保護引き下げの問題について、その問題を中心にやってもらいました。で私たち山陽地域で活動を主にやっていますけれども、生活保護を取っている人たちがほとんどです。で、今回、その引き下げ幅がものすごく大きい。でその引き下げの元になっているデータがおかしい。で、まあ、引き下げられて影響を受ける人たちは、その生活保護を受けている人以外にも、たくさんいる。そういう現状を、稲葉さんに、お話ししてもらいました。で、2月はここで同じこの5階でやったんですけれども、立川の人たちにも来てもらって野宿している、ものとして、その立川でどんな現状が起こっているのか、襲撃の問題だったり、話してもらいました。で今回5月26日にやるのは、社会保障と雇用、まあ、ちょっとテーマは高いですけれども、やりたいと思っています。で生活保護を受けている人たちが、こんな多くなっているとメディアでは言われてますけれども、じゃあなんでこんなに多くなっているのかと、私たちが山谷で出会うおっちゃんたち、おばちゃんたちは今まで何十年もみんな働いてきています。なるほど。でみんな使い捨て労働の中で仕事がなくなったらやっぱ野宿しなければいけないとか、やっぱそういう状態で結局は生活保護しか、最終的にないわけです。
自分たちが撮りたいと思って撮ってる人たちもそんなに多くないし、もちろん権利として撮るべきっていうのはあるんですけれども、やっぱそれが負い目になってしまっています。で、まあ、私たちと同年代の20代、30代の人たちも、今非正規労働、派遣労働がはびこっています。私の友達もやっぱり、アルバイトとかしながら生計立てていますけれども、じゃあそれが50代になってからどうなるのかと、社会保障もほとんどない中でやっぱ働いて、じゃあ5、60代になって、まあものすごく希望が見えない社会だと思います。で、じゃあこの希望が見えない社会に対して私たちは何ができるのかっていうところで、今回この社会保障と雇用ということで、講座を開きたいと思っています。できればその、竹信美恵子さんって言って、元朝日新聞の記者で今和光大学の教授をやってる方にお話ししてもらって、生活保護を受けてる人たちとか野宿してる人たちとか、まあ、いろんな人に、お話ししてもらえればと思っているんですけれども、できればそのお話を聞くだけじゃなくて、みんなでこの社会どうしていくのかと、どうやったら変えられるのかっていうところで考えていきたいと思っています。はい、ね、頑張って。ありがとうございます。向こうの方にチラシが置いてあるので、興味ある方はよかったら持ってってください。よろしくお願いします。頑張ってください。はい。それで今の話にあったように、とにかく今発言した行動により、下手すれば警察だなんだ、生活保護法の方にももう今大阪の方ではもう生活保護を取ってる人らの受給者の写真を撮り、そんなあれも出ています。とにかく何て言ってもとにかく警察の方は市民のことを引っ越しはそういう考えも持ってません。社会主義に権利も何もなし、自由主義もなし、とにかく警察なんかはもういらない、裁判所も俺はいらないと思う。民間人が裁判員になって、民間人が裁判員を発揮すれば発揮する、そのような本当に世界にしなくちゃいけないような気がします。でもこれを本当に言ったな、今いたせば公安かなんかいたせばここに隠れてるかもしれない。そうすれば俺もなんかどっかで何か言った場合には拉致される、確保される、何か出るかもしれない。本当それは本当に恐ろしい。こんな恐ろしい世界はもういらない。いたせれば日本だって今安倍ミクスだなって言ったって、下手すればアメリカに全部シェアされて、その通り、もう日本はなくなるかもしれない。その通り。でも日本は俺守りたい、はっきり言って。その通りだ。だから日の丸をね掲げた人間が来たってね、崩れやしない。でもね、アメリカ国旗にはね絶対ね、下手すればアベノミクスがね破壊すれば、日の丸が下手すればもう政治的になんかしんない。俺はそれが一番不安です。そうだ、うん、以上です。本当に熱いメッセージをありがとうございます。私たちの手でこの社会をより話しやすい社会に変えることができるように頑張っていきたいと思います。はい、続きまして麻生国媒の武井さんよりお話しいただきます。園さんの裁判です。よろしくお願いします。皆さん交流中ちょっと、何を話してみんな結構いい話をするし、交流してる中ではもっと興味深いいい話が、できてるんですけど、こういうことを広げたいなと思ってで、ここで何で俺が喋ってるかというと、先ほども紹介ありましたように、仮想
でリアリティツアーっていうのを2008年にやったんですけど、そこで講談がありまして、今、その園さんが別の裁判を戦っています。これは国家賠償請求訴訟といいまして、国と東京都が相手で、園さんと俺は原告です。なんでアソーケリアリティツアーがこれ話さなきゃいけないのかちょっといきなり振られてちょっと困るんですけど、アソーケリアリティツアーと立川ダナースと立川の問題を、新自由主義の中における、格差と貧困の問題、あるいは、社会的排除みたいな切り口でそれぞれの立場から、アソーケリアリティうまく伝えるかわかんないですけど、話してみたいと思います。麻生国会っていうのが何でやってるかというと、2008年に麻生系リアリティツアーっていう当時首相だった麻生太郎の、渋谷にある62億円土地だけで62億円と言われている、豪邸をみんなで見に行こうじゃないかと、演奏みたいなもんですよね。で、見に行って何するのかっていう、何するってこともなくて、ただそこでブルーシート広げて、おにぎりでも食うかとか、紙飛行機でも飛ばそうかとかっていう、割と緩いような運動がありまして、それは当時、2008年です。手短なことなんで、麻生系リアリティツアーは、要は当時麻生太郎が、首相だったんですけれども、62億の豪邸を、貧乏人の問題は貧乏人の問題じゃなくて金持ちが作り出した問題だっていうことで、みんなで見に行こうっていうことだったんですけど、そういう切り口から、格差、貧困の問題ということで、立川のこともつながっているということです。そういう、切り口を持ち出して、歩道を歩いていると、まず園さんが公安条例違反ということで、先頭を歩いていて、道案内をしていた園さんが、無届けデモに当たると、公安条例違反逮捕され、その後に俺が逮捕されて、あともう一人が逮捕されたと。でその後、ウィンター労働金労働組合に、家宅捜索が入ったという事件です。次のリアリティツアーはいつですか？すいません、ちょっと手短にまとまらなかったんで、ちょっと大久保風呂敷を広げすぎちゃう、ちょっとそうなんだ、助けてもらえます。で、そうやっていう不当逮捕をなくすため、公安条例をなくすためってことで、僕と彼ともう一人の仲間と3人目の逮捕者と、フリーター全般労組の4者が原告になって、国外訴訟を起こしています。つまりもう、ええ加減にせえな、警察と。ということです。こっちから訴えることも必要ということが麻生国会の本質です。13回もの、裁判を重ねて、去年の10月に、法廷がいよいよ僕ら2人が、証言に立つということが開かれたんですが、例によってこの T シャツを理由にして、これを着てる限りは証言をさせないというのを裁判長が一方的に言ってきて、それに抗議した僕ともう一人が強制排除されました。つまりこの判決にもつながってくる、もう中身関係なくこの T シャツとかこいつとかそういうところで判断するっていうのが麻生国内でも貫かれてしまっているってとんでもない状況なわけです。おかしい、おかしい。でそれを今4月の、8日先週の月曜日も裁判がありまして、そこでもこの A さんが堂々とアピールをしたんですが、最後の、
僕自身も、証言が取り消されたままなのでそれを喋らせろというふうに言ったら、それを裁判官が打ち切ったので抗議したもう一人と僕がまたしても強制退去させられて、その後も、様々な揉め事が起き、今その件でも、警察が動き始めて不当逮捕される可能性があるという、ひどい状況に、なっています。麻生国内でも事後逮捕を引き起こしてくるようなことをやり公安とかが裁判所がやりかねないという状況になっていることに私たちは抗議をしたいと思います。絶対にそんなことは許さない。麻生国内は6月17日に次のフリーターロースの共同代表の証言を予定しています。 6.17 の午前11時東京地裁4295法廷国賠訴訟なのに警備法廷、わけが分かりませんが、しかし不当逮捕をなくしていくために続けていきたいと思いますので、原告としてもこれは続いていきますので、よろしくお願いします。そして麻生国内への弾圧を絶対に許さない。よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、なんか途中から途中でなんで俺これの時だけあの意味違いって言われたのかよくわかんないんだけど、みんな好きな時間喋ってなんで俺だけ意味違いに言われたのかよくわかんないんだけど、時間の指摘者で、はい、今ちょっとまあ、そういうわけで喋りたくなっちゃったんですけど、まあ、交流しましょうっていうのでよろしくお願いします。申し訳ありませんでした。大変失礼いたしました。続きまして、東電パネクションの方からそろそろ時間も本当してきているので一言って感じでお願いします。本当に皆さん今日はお疲れ様でした。私たちは東電マークション、もう皆さんよくご存知だと思いますけど、311直後園良太さんと仲間と3人で東電前に直接工事を始めたというところから始まった東電マークションです。それから2年間私たちは東電以外でもやってますけれども、主に東電前で直接工事するということを続けてきています。私自身は5月から加わって2011年の5月から東電マークションに加わりまして、園さんとはもう2年近い付き合いになるんですけれども、本当に今日の不当判決は本当に非常に悔しいです。縦川弾圧あるいは関西大弾圧についての公式声明、私たち東電前アクションでも出しております。今日の有罪判決、不当判決についてもまた東電前アクションとして声明を出していきたいと思っております。東電に対して直接抗議していくっていうことは、これはもう本当に大事なことです。どこが諸悪の根源であるかっていう、まず東電が事故を引き起こした、それは忘れてはなりません。官邸前にいっぱい人集まってますけれども、まず東電だろうと、そういうことで私たちは東電前アクションは東電前で立っております。今月はちょっとアクションないんですけれども、また来月再来月と東電前に立ちます。また皆さんぜひ東電前で直接工事しましょう。園良太さんと共に戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、中部ローソンの佐々木さんの方からアピールいただきます。すいません、今日の判決ですけども、医療業務妨害ということなんですけども、本当に今日の判決は医療業務妨害そのものの性格をそれははっきりと打ち出したというふうに思っています。医療業務妨害というのはね、結果がいらないという恐ろしい法律で、結果がいらないからほとんどの相手がどう思えばそれでもって成立してしまうというのが基本原理としてあるわけですよ。そういうことでもって成り立った今日の判決ですから、非常にもう許せないわけですが、ただ私が思いますのは、今日の判決は本当に今後大口さんなんかがちゃんと分析するでしょうけども、ボロボロな判決なんですが、ボロボロだから不当だというふうに僕たちは思いますけども、ただこの判決をね、ああいうふうにボロボロの判決しか出せないような状態に追い込んだんだっていう感じを僕は持ってるわけですよ。つまり実際問題は本当に判決からどうやって有罪が導き出されるのかという時に、有事導き出されるのは医療業務妨害だからだということだけなんですよ。ただ一般的に言うと、そういうふうに言い切るためには様々な背景的な問題、あるいはもう園さんの悪質性とかね、そういうことについてものすごくいっぱい書かないといけない。だから私は医療業務妨害でも6件やられて、6件立件されていて、まあ、その結果もさまざまな結果を得てるわけですけども、本当にそれを考えたときに、今回の判決は
猪木運動会を強制要件とするほどの意味合いを全く提出していない判決だというふうに思っています。これだけボロボロの判決までに追い込んだんだから、次の控訴審では絶対無罪を勝ち取らなきゃいけないなというふうに思っています。ただもう一つね、なんで無罪を勝ち取らなきゃいけないかというと、執行猶予が3年ついていると。これからの高裁やって最高裁までもし言ったら、ずっと先からそれから3年間、ね、執行猶予が始まるわけですけども、その3年間で、ね、園君が無事でいるわけはないわけですよ。絶対その3年間で奴らを狙って何かやってくるということが目に見えているから、だからこそ次の控訴審はもう本気で持ってね、無実まで無罪を獲得しなきゃいけないと、そういうものとして一緒に戦っていかなきゃいけないなというふうに経験者として思います。以上です。ありがとうございます。大変なことがありがとうございます。力強く感じました。続きまして、弁護士の山本志津さんからお話しいただきます。亀戸の弁護士で、園さんが逮捕された2月10日に政権に行っていただいた2月10日が、はい、お願いします。弁護士の山本と申します。今日は私、事務所がここから歩いて2分ぐらいのところにあるんですけど、そこから来ました。で、今日思ったこと、いろんな方が言ってるんであれなんですけど、実は先週の月曜日ですか、江東区役所に盗まれた荷物を取りに行くっていうのに同行したんですね。で、その時に向こうから示されたのが、江東区役所 その施設管理の規則を4月から変えましたって言われたんですよ。で、その変えた内容で、江東区役所 その区役所の職員が違法なことをするんで、こっちはカメラで撮っていたわけですね。そしたらカメラで撮るのやめろって言うから、どういう理由なのかって聞いたら、施設管理規則が4月から変わったからだっていうわけですよ。で、見せろっていうふうに言って見せてもらったら、なんかそのいろんなことが書いてあって、その施設 その敷地内にテントを立ててはならないとかね、そういうなんか向こうがどういうことを恐れてるかってことがよくわかるようなことが書かれてました。で、そういう一方的に決めた規則、それはもちろん向こうも認めてたんですけど、議会を通ってるわけでも何でもないわけですね。区長の決裁を得てるというふうに向こうは説明していましたが、そういう状態の全く民主的な手続きを取っていない、一方的に決めた内部規則でもってカメラで撮るなとか、そういうことを言ってくるわけですよ。で、そういうことと園君 その今回の事件というのは本当に結びついてるなというふうに思いますし、許しちゃいけないと。ただ、そういう規則ができたってことは、やっぱりどれだけ向こうがそういうことを例えば YouTube とかで流れるわけですよね。そういうことを恐れてるかってことを示してることでもあるわけで、やっぱり私たちはそれに負けずにどんどんこう発信していかなくちゃいけないなってことを感じました。はい、以上です。ありがとうございました。続きまして、アピード、はい、関西大ダンス救援会東京の会の有酸チームの空桃といいます。ですね、今後ろの方に、こういった半期で守る会結成とか、オキュパイを1年から再稼働させない東京集会とかのチラシがあるので、ぜひこれ見ていただきたいんですけれども、今も関西大弾圧の中で交流されている中の一人にユウさんという方がいます。で、多分ここの会場にいらっしゃる皆さん、一度ユウさんとお会いしたことある方々、一緒に活動した方々だと思っています。で、11月13日に、逮捕されてもう5ヶ月です。5ヶ月交留されっぱなしでいます。で、そのなんで逮捕されたのかっていうのが、行政のやってる瓦礫の説明会に建物に入った、それだけです。建物、建造物侵入罪です。で、それが威力業務妨害で起訴されて、今も交留されている状態です。で、こういった園さんのことでもそうですけれども、こういった起訴のされ方でずっと交留されてしまうような状況に対しておかしいということを本当に言っていかないと、どんな人でもこういった状況が身近にというか自分にかかってくることだと思いますし、異常です。で、今、関西団体大弾圧救援会東京の会では、ユウさんに対する、また他の交流されている人に対しても激励メッセージを呼びかけていますので、ぜひ皆さん一人一人メッセージを送っていただくことができる、身近にできることだと思うので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
続きまして、栗田ローソンの方から、ご案内あります。フリーターロースの、DJ ミックスノイズと言います。今年の、フリーターロースの、あれですね、有志と、で、自由度制度の命令が5月4日にあります。13時に、デモはあります。一応サウンドデモを予定しますので、お願いします。で、あと、今年はちょっと3本立てにしていまして、13時からはまず、新宿新田前東口広場で13時集合でやります。で集会がその後フリーターローソンの、会議室で、17時から、テーマは多分雑民の敵がいるというテーマにしてるんですけど、今その敵が誰だかっていうのはかなりごまかされてると思うという状況が僕とかその、会議の人たちで共有されまして、それで今年は雑民の敵がいるというテーマにしました。それで、17時から、集会があります。でその後、アフターパーティーなんですけど、カフェ新宿3丁目のカフェラバンデリアというところで、21時から多分これオールナイトでできると思うんですけど、やろうと思います。この時の僕も DJ やるんですけど、あとその、仲間の DJ、何かでご回しますので、よかったら入場料とかは取らないんですが、ワンドリンク300円で、頼んでもらえば、できますので、シニクサンチョルのラマンテリアでアフターパーティー今年ありますのでよろしくお願いします。あとちょっと当日とか、ちょっと今人があまりスタッフが足りてないと思うんで、13時前に、ご協力していただける方がいらっしゃいましたら、なんか今チラシその机に置いてますので、そちら取っていただいて、メール等でご連絡してください。よろしくお願いします。雑民の敵っていうのはまさにそのフリーターローソンで集まっている人たちのことを僕らは自ら雑民と名乗りました。で敵というのは僕が思う雑民の敵は富裕層です。お金持ちです。金持ちから金を取ればいいし、金持ちから税金を奪えばいいんです。で僕自身も今、うつ病になっちゃって生活保護を受けながら生活してるんですけど、到底じゃないですけど僕いわゆる憲法で歌われているその文化的な生活なんかはできません。これで僕のじゃあ文化的って言った時に図書館とかその本があるだけじゃなくて、僕は DJ として音楽を聴くことが文化的な生活だと思っていますが、そっちに金が一銭も回せません。今のところご飯を食べるだけで精一杯です。なのでそもそもこう生活保護を受けることとして僕は結構最初ネガティブな感じをしたんですけど、そこら辺がやっぱりちょっと打ち崩しそうと僕も思っていて、別にどんどん生活保護を受ければいい、受けられる人は受ければいいと思っているので、それは、それこそがまず僕の考え方です。で雑味の敵がそれこそ僕自身はお金持ちからお金持ちの富裕層、要するに株で飯食ってるやつとかからお金を奪うべきだと思います。以上です。ありがとうございました。お時間になることぜひ行ってみてください。はい、疎開裁判で亀戸在住の黒岩さんから一言お願いします。亀戸に30年以上住んでる黒岩と申します。この建物がどういう建物であるか、それから、そのバスロータリーからそうですね、50本ぐらい行ったところに風月堂っていうのがあります。この風月堂は90年前に亀戸事件、要は亀戸で労働運動をした人を9月4日に憲兵隊が殺したところなんです。そういう場所なんです。そういうことを歴史的にやっぱり頭に入れといてください。それから立川はホームレスの方が死んでるかもしれないけども、それをずっと行った旧中川っていうのがあります。そこに合流します。その一帯東大島、ここには90年前の関東大震災の時にそれこそ中国人、朝鮮人が3000体の遺体が山積みにされた場所です。そういう土地なんです。そういう意味でも立川というのはちゃんとそういうことを原始、自分の想像力で頭に入れてください。その時に
今の警視庁にいたのが正力松太郎です。で、正力松太郎がその後に内藤大輔という、多分ちょっと名前忘れましたけど、山口のね、昭和天皇を狙撃するわけです。それで正力松太郎は警視庁を辞めざるを得なかったわけで、行ったのが読売新聞です。で、その正力松太郎が何を言ったかというと、新聞は大衆捜査のためである。それまで読売新聞に論客はたくさんいたんです。それを全部追放したわけです。ずっとそこから来てるわけです。新聞が、日本のジャーナリズムが全部ダメになったのは正力なんですよ。で、その正力がやったことっていうのは何かっていうと、テレビ、それからレスリング、次にやったのが原発です。ね、その原発の時に最後の最後の 手を打ったのは何かと言ったら、天皇を使ったんですよ。その天皇を使って、その後に例の長嶋がホームランを打ったあの天覧試合です。こういう大衆捜査の歴史がある。そういう意味での90年前、亀戸っていうのはそういう原点なんです。そういうことを皆さんここでね、頭に入れてください。で、その90年の歴史、これをひっくり返すために今日のその君の判決があったというふうに理解してください。反原発の原点は90年前にあります。なるほど。そういう意味でも亀戸は大事な土地なんで、皆さん応援してください。特に立川に住んでる、関わってる人には、私はエールを送ります。そういう意味でぜひ亀戸という土地を大事にしていただきたい、そういうふうに思います。以上です。ありがとうございます。長い歴史があって、私たち今ここにこうして連帯していられることを本当にありがたく感じました。高橋幸子さんに、次アピールをお願いしたいと思いますので、遅くなりました、お願いします。皆さんありがとうございます。なんかこんなにシーンとなるとは思わないです。ドキドキしてるんですけど、もっとざわざわしてていいですよ。高橋ゆき子です。ひまわりこと高橋ゆき子です。皆さん本当にありがとうございます。救援会として、もう初期からもういろいろ奔走してたんですけれども、当該のソロさんとも身近な人間だっていうことで、もいろんな立場でいろんなところ思うところあるんですけども、まずは本当に今日本当に不当で、いや不当判決とかすごいわーとか言おうかなとか思いつつも、とりあえずこう皆さんが安全に分譲席から出るようにと思って、こう一番最後に座りながらこう様子見ながら出たみたいな感じなんですが、こんなにお、ま、集まっていただいて、でここにとにかく今日の日を迎えるまでがまず一つの戦いで、今日区切りだったんですが、本当にいろんな方にいろんなところで目に見えないところでご協力いただいて、この日をなんとか迎えることができた。そして本当に今日も傍聴席あふれて、デモも2回行うことができてということで迎えたのは、本当にここにいる方々、そしてここに来れなかったけれども、いろんなところで協力してくださった方々のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。あと救援会の立場として思うのは、私も警察署とか公衆とか何回も通ったんですけれども、本当に人が自由に行動できなくって、警察署の内容勧告とか公衆の狭い4畳半もないですね、4畳とか3畳のところでずっと24時間監視されながら行動せざるを得ないっていう、そういう本当に非常にひどい状況が交流っていうものであって、それに対して今回の判決っていうのはもちろん、もう全体的に不当なんですけれども、そういう人が本当に一番の人権侵害を受けるっていうことの重みを全く理解していない判決であるというふうに思いました。それは本当に本人も計り知れない、それはどんなに想像してもわからない苦しみがあったでしょうし、外でいろいろと支援している人たちも本当に深い傷を負ったと思います。そういうことを自体、それら全てが弾圧の被害であって、それは本当に許すことはできないし、それを
その個人の問題ではなくて、本当にこういうおかしいんだ、国がやってることはおかしい、そのおかしいことに声を上げることは当然だっていうことを、そうやって力で抑え込んでいくっていうのがおかしいんだっていうことを、一人の問題ではなくて全体の問題なんだっていうふうに分かってくださる方がこんなにたくさんいるっていうことが本当に希望ですし嬉しいことです。でこの本当におかしいことおかしいっていうことが当たり前であるし権利であるし、それを不当に身体拘束をして弾圧をかけてくるってことが本当におかしい。弾圧されている人が特別なのではなくて、弾圧は誰にでもあり得ることで、それはまさに国家権力がそういうことをされたら困るっていうところに、そうやって一番の人権侵害で、一番本当最大のものはやっぱり命を奪うことですけれども、その次にひどい体を拘束する、自由に動かさない、ずっと閉じ込めておく、そして何かその中で反抗すれば保護法という、本当にもう人権、人を人として扱わないという懲罰部屋に入れる、そういうことを平気でやる、そしてそれはみんながそういうことを知らないからこそ権力はやってくるわけです。でもみんながそれを知って、本当に警察、検察、国がやっていることはおかしいんだということを分かれば、こういうことを跳ね返すことができるので、ここに集まってきてくださった皆さんとそれは共有していることは嬉しいんですけれども、さらにもっともっと広めて、本当に不当なそういう逮捕弾圧をされる人がいなくなるように、皆さんと力を合わせてやっていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ですが、最後一つだけ、私はやっぱり福島出身ということがあって、つい最近までもいわきに住んでいました。そして今福島でもう本当に被爆の問題であるとか、いろんなひどいことが起きているんですけれども、それがやっぱりいろんな強い力によって抑え込まれていますし、おかしいじゃないかと声を上げると、すぐにあの人は特別な人だということでレッテルをされて排除されるということになって、そういうふうな雰囲気になってしまっています。で今福島で私がすごく関わっていたのは焼却炉の問題です。これは関西の大阪の放射性物質が付着した瓦礫を拡散するっていうことと関連しています。これ焼却炉の問題っていうのは放射性廃棄物を燃やすっていうことなんですね。それを本当に燃やしていいのか、燃やすと放射性物質が広がってしまう、どうなんだっていうことを、それを普通に疑問に思うことですし、今まで原発も安全安全って言ったけれども、それで焼却炉も安全だと言われても安全なんて思えないっていうのは本当に当然の主張だと思うんですけれども、そういうことを今環境省が全て抑え込んで、いや安全です安全です、でもそれも焼却炉の工事を始めてから、その地元の方が何で工事してるんですか、何も知らないんですけどって言って、初めて地元の説明会をする。で地元の説明会でもとにかく安全ですっていうことを言って、それでも説明会をやったことにしてしまう、そういうふうな非認識的なことが本当に異常的に起きています。それが今の福島の現実ですし、また大阪でも全然説明会が正式になされなくって、それに抗議したら弾圧される、そういうことが本当に全国的に起きているので、それに対しておかしいんだ、その弾圧されている人が特別なんじゃなくて、そういうやっぱりおかしいことに、おかしいことを国は隠してるんですけども、隠したことに気づいて声を上げた人を潰していく、それが今の本当に許しがたいですけど今の日本の現状だと思います。これを多くの方と共有して、みんなでみんなを守って支え合っていければと思います。よろしくお願いします。10秒しかいただけないので、皆さんの中に外国語のスキルのある方、私のところに来てください。今日本は大変なことになっている。これに抗う術は唯一この状況を世界中で共有すること、そのためには外国語のスキルのある方に力を借りることです。ぜひ私のところに来てください。集会の最後にまた当該の浅野さんから一言いただいて集会を締めさせていただきたいと思います。戦いはまだまだ続きますが、皆さんの支援が必要です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さん本当に今までありがとうございました。これだけたくさんの方が発言してくださって、本当に感謝しています。無罪判有罪判決のあまりのひどさというのが、様々な角度から話をされたと思います。
これから始まる控訴審、あとはこれからやっていくであろう控訴審、またさまざまな現場での反原発、さまざまな現場での弾圧等への抗議、それらをきちんと横につなげていって、必ずこの判決を跳ね返す、あまりにも中身のない判決は、相手側の焦りの証拠でしかないということを実証したい。